東野圭吾最大の問題作ついに映像化。東京江戸川区篠崎の廃品工場で身元不明の男性の遺体が発見されました。主演中谷美紀。美月、人を殺した。その再会は仲間たちの運命を変えた。俺は今男として生きてる。美月、物心ついた頃から俺は自分のこと男だと思ってた。子供の頃から男だったっていうのか。美月は私たちとは何かが違ってるって思ってたから。殺したのか。俺の手の中であいつはぐったりして。お前もあんまり深入りしない方がいいぞ。自首なんかすることない。あなたは今男として生きてる。罪を犯したことと美月の体のことは別だろ。早田に電話して聞いたんだよ。警察の動きがどうなってるのか調べてほしいって。事件を知ったからにはどんなことをしてでも真実を突き止めなきゃならない。どんな気持ちなんだろう、元カノが男だったなんて。知り合いか。デカだよ。お前が思ってる以上に敵の動きは早い。この部屋から3通の戸籍謄本が見つかったとか。俺の戸籍。少しの間でいいから女の子の格好して。俺はもともと男なんだ。友達や家族だとしても真実を伝えるためには何を失っても後悔しないってことだ。写真を撮らせてほしいの。ここへ来たのは最後に好きな女に会いたいと思ったからだ。美月は誰かをかばってる。警察は俺の戸籍まで入手したらしい。逃げろ。境界線をさまようさまざまな人間たちの葛藤と希望、豪華キャストで送る究極のヒューマンミステリー連続ドラマ W 東野圭吾片思い、10月21日土曜夜10時スタート。中谷美紀です。連続ドラマ W 東野圭吾片思い、ワウワウでぜひご覧ください。